この部屋には謎らしいものはないけれど、この先に何かあるのかな。この人に聞いてみる。階段を登ってからじゃノーヒントで行けたらそれでいいじゃない。もう、はい。え？何これ？なんだこれ？知ってる、これ間違えると最初からやり直しになるやつだ。これはいよいよ本腰を入れた謎解きの始まりかな。今までのはチュートリアルだったと。いうことですね。え？ 5224、多分上から行くわけじゃないと思うんだよ。チラシ寿司はあんまり関係なさそうだね。チーズ。ラモ、シモ。ニロシ。寿司はなんで44なの？とりあえず、チーズ。これの通りに行ってみる。なんかわかんないけど、とりあえずやってみない。やってみないとわかんないもんな。お、5に近しい感じで行ってみるか。5でしょ。ここ、え？あ、あ、もうい、そんなに？これだなぁ。この謎を使うんだな、きっと。地の緑、下だ。そういうことか。真ん中の下、そういうことか。上から行けってことか。地図。地図の地は、地図の地は、下、ここでしょ？で、次、なんだっけ。ラの青いに、ラの青いに。右、左下。で、なんだっけ、次。違う、死の青に、死の青に。した。お、いけた。なんか違う雰囲気のところに出たね。ここに G の旗があるってことはゴールってことかな？といっても謎解きはまだ続きそうか。26の謎があるって言ってたもんね。数えるの忘れたな。何個目今？もうゴール。でも、まだ、今何回これ？なんだ？そういうことか。見取り図。カジノの謎は分かんない分かんない分かんない。現在の迷宮の最初に戻る、玄関に戻るカジノの間。この部屋にある魔法陣は行った後戻ってこられるようになっているので安心して利用してください。早い話が仕事かったです。はい、ありがとうございます。なんだ。宝箱だ。やったー。積み木だー。はい。さっきの、ちょっと待って。あ、こっち行ったらカジノ。あ、玄関か。あ、戻ってきたね。だいぶ戻ってきたね。ちょっと待って。違うな。戻りたいわけじゃないんだな。いやー、頼む。あ、固まったかと思った。危ねえ。これ、上に行けってことね。おー、カジノだ。あ、ポーカーやりそう。掛け事。わあ、なんだ。スリーカード。わかんない。書いてあったわな。なんだって？ポーカーでこの役に勝って使うカードをカードの右隣に置くこと。この隣に置いているトランプでできている役に勝ってってことか。ポーカードより強いやつ。ATM。さすがにヒントを買うので、ここからお金を戻すのはちょっと。コマーシャル。ポーカー台。ポーカーのトランプならその辺にあったけど、でも全部のカードがあるわけじゃないんだな。あれを回収すればいいのか。回収して、ディラーさんいないね。これなんだ。勝てばいいってことだよね。ポーカードちょ、これ全部集めよう。
さっき見たポーカードに勝てることができればいいと。はい。J9K10111213 絶妙に揃わない感じするな。え、ストレートで勝つフラッシュは無理じゃない？あ、これ持っていけんじゃない？やったよかった。そっかそっか、だから元に戻る選択があったんだ。カジノ、おお、これでいける。これでロイヤルストレートフラッシュが。ダイヤのエース、なんだっけ ?11、12、13?10、11、12、13。これでいいんじゃないか。ロイヤルストレートフラッシュは最強だよね。そうなの。どうだっけ。やったー、いけたー。はよし。で、何？ジャグリングの道具。ディアボロだ、ジャグリングの道具だよ。なんでこんなところに。普通は普通の大きさのディアボロだよ。この大きさのディアボロは僕もパフォーマンスに使ってるよ。もう一つは小さなサイズのディアボロ。僕は使わないけど、たまに使ってる人がいる。制御しにくいんだよね。謎解きに使うんだろうな。持っていこうか。謎解きに使うの？ペンダーマも？はい。お。一番左のが一般的。あ。これは？ディアボロだよね。ジャグリングの道具なんでこんなところに？でかい、派手だね。何に使うんだ、本当に。これ何？あ、ここで練習できんじゃない？床の上にジャグリングの道具が置いて、おお。ん？シガーボックス、3種類の大きさだよ。大きいのはあんまり見ないサイズ。中くらいのが一般的。小さいのは子供用かな。ん？何に使うんだ？宝箱だ。パズルのピースだろうね。そうだろうね。何かを入れられそう。左にあるパズルに対応してるのかな。この箱にはジャグリングの道具が一つだけ入りそうだ。ジャグリングの道具以外は入らないような気がする。ああ、そうなんだ。いやいや、まだ早いですね。おい。あ、無理ですね。うん。これ何？石造りのプレート。え？パズル。見たことがある形にマークが彫られてるね。うん。あ、このマークって持っている木製のパズルと全く同じじゃない？ここに置いてみると何かわかるのかな？置いてみよう。置いてくれるんだ、自動で。おえ、何これ。M?L?S? ああ、なるほどね。M は真ん中、でかい、小さいな。ってことは、真ん中、なんだっけ？ああ、忘れちゃったじゃん。忘れちゃったじゃん。なんだったっけ？けん玉？けん玉。けん玉はシガーボックスリアボロ。シガーボックスがでかいやつ。で、シガーボックスがでかいやつ。シガーボックスがでかいやつ。で、リアボロが小さいやつだ。リアボロの小さいやつ。はい。これでいけると思う。はい。OK。あれ、回収しなくていい？これ。回収しなくていいかな。あ、回収しないんだ。これだけのために。ああ、でもセーブしたいな、そろそろ。おー、画質だって。いいね。畳か、これ。すごい畳だね、これ。どんな畳よ、これ。はい。机にメモが置いてある。この北にある部屋と東にある部屋で神経衰弱。やだなぁ。
同じカードは一つの部屋の中にはなくて、必ず北の部屋と東の部屋に1枚ずつあります。さすがに1回ミスでペナルティというのはひどいので、5回までのミスは OK です。6回外すとペナルティでコマーシャルを見ていただきます。全部で10組の組み合わせを見つけられたら成功を呼ぶわ。10組はロープ見つけても構いませんが、特にその後何かしらのご褒美ありません。北の部屋にあるカードをめくって同じカードを東の部屋から見つければいい。なんだって、なおこの神経衰弱は支援をいただいたパフォーマーの皆様の広告やゲームの広告なども含みます。ご了承ください。だそうです。このゲームのね、広告は、なんていうのかな、その制作者さんのつながりは広くない?のある、なんか、団体というか、ああ、なんだ?あ、そういうことか。僕のイラストも描いていただいている、赤宮ふみやさん?かわいいもんね、イラスト。いつもありがとうございます。同じカードを探せばいいんだね。いや、難しくないか。え、これ、開けたままになってんの?これ。あ、なんこれ。東ってこと。昔使っていた明かりだとか、あんまり詳しいこと知らないけど。これ以外を開けようとする。あ?え、待って。あ?いや、違うでしょ。これでしょ?で、こっちの、部屋の、どこか開ければいいんだよね。シガーボックス。待って。別日収録となってます。やっていきたいと思います。左側が開いたんでね。え、駐車場？え、ここ何階だっけ？え、いけんの？あ、いけるやん、普通に。え？なんか標識も普通に。あ、台数とか関係あんのかな？なんか絶対関係あるね。謎解きのあれだね。これなんだ?なんでこんなとこにマンホールが?あってえな。4桁の数字、ちょっと待って。これ何?黒板?何?丸に入る数字4桁をナンバーロックに入れた前。え?願いましては ?43500 円なに?え?何これ?わかんない。え、道路標識 T 字路、こんな狭いところになぜ。確かになんか意味あるんだろうな。え、駐車場の看板、わかったわ。これそろばんだね。そろばん、あ、はい。何、一つの列桁と玉がある。針と呼ばれる横棒を境に一つと四つに分割されており、一つの方を五玉、四つの方をそれぞれ一玉という。初期状態にまずして、初期状態は五玉が全部上に、ちょっと待って。五玉が全部上に、一玉が全部下になるようにする。この状態がゼロである。ちょっと待ってね。しゃべるか?数の数え方としては、1玉がいくつに上がっているかを数える。例えば2つ上がっているなら2、4つ上がって、全部上がっているなら4だ。はい。はい。5玉が下がっている場合は、それにさらに5を足す。例えば5玉が下がっていて、1玉が2つ上がっているなら7だ。はぁ。はい。まあ、詳しくはそろばんの使い方などで検索してほしい。いや、待て。よし、じゃあもう一回見に行ってみよう。なんか変な風に線書いてあるなと思ったんだよね。これ上がってるのが1とかになるんだっけ。一番下のが0なんだよね。だからこの1の場合、ちょっと待って、過去。4桁目は、
一桁目は1、13579ということは、丸に入る数字4桁を何で4桁ましたのだ。97531なんやで。97531。435000引いて、22500引いて、1400引いて、2250引いて、7750引いたら、7531になったけど、これでいいのかな ?7531?31。開いた、やった、これは気持ちいい。気持ちいい。うん、あれはね、ただ引き算、ちょっとこれなんだ、開かない。何かのからくり、今までパカーンって開いてたのにな、メモを貼ってる。お宝を持ってきたら、一旦、左隣のテーブルを確認するし、置くごとに宝箱の中に一つアイテムが生成される。宝箱は一度開けたら閉めておいてください。何これ、どういうことこれ、何これ。こんなの見たことあった？